カプコン開発本部の三上プロデューサーです。こんにちは。こんにちは。今年のカプコンは、新たなる飛躍の年ということで、みんな一生懸命頑張って、やってるんで、結果、まあ、こうご期待してくださいっていうところで。そうですね、今年はちょっとカート、去年ほとんど乗ってなかったんで、今年はカートに乗って、タイムをあとコンマ5秒縮めるっていうことを目標になんか頑張っていきたいなと。ちょっとすみません、仕事とは全然関係ないんですけど、これからも、カプコンの、とんがった、ラインナップ、一生懸命応援してください。会員の方に何かプレゼントをいただけるということでお伺いしたんですけれども、何をいただけるでしょうか。ですね、バイオ秘蔵テレカなんですけど、3種類、こんなんとこんなんとこんなん、これを、プレゼントしたいと思います。個人的にはこれがちょっとお気に入りなんですけど、それとデザインかな、これでもいいかな、これとか色違いで こんなんとか、ちょっとこの2点ぐらいを、プレゼントしようかなと思います。この2つ、ちょっと露出がすごく激しいんで、ゲームには使ってないんですけど、個人的にはすごく好きかなっていう。それはプレイステーション用のバイオハザードっていうのことで開発の方を進められたわけですよね。これそうです、そのおまけのコスチュームチェンジで使おうとしたんですけど、ちょっとやりすぎてちょっと反省してるんですけど、まあ、個人的には好きかなっていうところで、この2人を可愛がってやってください。開発本部の岡本本部長です。バイオハザードが、サタン版で出るのと、で2が発売になりますというのと、あとゲームセンターの方では、まあ、格闘技のゲームを各種取り揃えて出していきますというのと、スタンプ、似顔絵のスタンプをマイスタンプっていうんですが、それを、発
売していく予定になってますので、そちらの方を応援していただけるとありがたいと思ってます。ダイエットも、ね、とりあえず、会社入って18キロほど太ったんで、せめて5キロは痩せて、趣味のマウンテンバイクの方に没頭してみたいなと思ってますね。いつも応援してもらってありがとうございますと、まあ、なんですか。最後にですね、会員の方に何かプレゼントをいただけるってことをお伺いしたんですけれども、何をいただけますでしょうか。聞いてない、そんな話は聞いてないな。嘘嘘、なんか出しますよ。ちょっとガーッとこう部屋映してみてよ。俺の部屋汚いから、いろんなもんあるからさ。とりあえずこれはいってみようかな。これ背が低い人しか使えないんですよ。だいたいこのスノボの板っていうのは顎の高さぐらいなんで、これだと153センチとか158センチとかの、そんな女の子の専用になっちゃう、もしくは子供のサイズになっちゃうんですけど、これ出します。1個テントテントポッと投げるとパッと広がるテント。これね、サインが入ってませんけど、僕が一度も使ってないんですよ。こう投げるとパッと投げるとパッと広がるっていう、ピクシーとかが CM で宣伝してる分ですか。そうでしょうね。それをこう空中でパーンと広がって、なんと一人だけ寝れるって意味ないんですよ。最近買ったばっかりなんだけど、これってのはどうですか。これもじゃあこの辺になんかイラスト書いてもらって、これも出しましょう。はい、お願いします。 T シャツどう。いいですね。いいですか。いいですね。これですか。これ通常にもだいぶ配ったけど、これ背中にスタッフって書いてる。ね、スタッフって書いてるのが一応価値がそれなりにありますね。それなりにありますよね。エアマックス97でいかがですか。これなら結構いけますよ。今流行りのエアマックスですね。これ今年バージョンのやつ、どこでも売ってるかもしれませんけど、25か25半だと思うんですけど、ね、僕はちっちゃいんで。じゃあこれ、ありがとうございます。うわ、だいぶ出したぞおい。部屋綺麗になってまうから。なんちゅうことすんねん。結構辛いな、これ毎日来るなよ。いや、もう そんな熱そうもない。まさか応募がなくて、なんか帰ってきたりとかしない。いやいや、そんなネタありませんので。次の号でまたこう一回同じものを出してますから。いえ、そんなありません。あれ写して、あれは後ろのセーラー服あげられないんだけど、自転車のレースの時にうちの会社の子が一人コスプレでこれを着てレースしてたんですか。この愛者精神は誰にも負けんよね、俺らはね。そういう気持ちがやっぱ大事やね。なるほど。僕は猿の着ぐるみ着てるんですから。ありがとうございました。